5 4 5 x 3 9ト、mm、ル弾はソ連で開発された消火器用の実砲である。中間弾薬としての性格が強い小口径高速弾である。ソビエト連邦が開発した西側の5 5 6 x 4 5トルナトー弾に対抗するために作られた弾薬である。実砲はスチールコア弾を採用しており、その特性からポイズンブレッドと 通称される。この弾薬のために、同時に AK-74 が開発された。以前の AK-47 の7 6 2 3 9ト、mm、ル弾は、高い殺傷能力を持つものの、連発時の反動が強く、着弾点が安定しないという欠点を有していた。これに対し M16 の5 5 6 4 5ト、mm、ル弾は、口径が小さく、弾頭が軽量であるため、 射撃時の反動は比較的小さく、命中精度も安定し、射程距離も長くなっている。これらの昇降経団の利点が世界的に波及しており、ソビートも開発を進めたが、当時 AK シリーズの設計者のミハイル・カラシニコフは弾薬の昇降経過には反対であった。1974年には AK-74 を完成させた。 ソ連製消化器の例に漏れず同盟国にも供与やライセンス生産が認められたが、アフリカや中東、アジア地域には AK-74 の配備によって余剰化した AK-47 やアカムを供与したことと、旧式の AK-47 やアカムとは、弾薬の互換性がないため従来の弾薬の在庫の廃棄や弾薬製造ラインの大幅な回収が必要であった。 このため、AK-74 を使用しているのは、旧ソ連構成国や旧ワルシャワ条約機構以外では、キューバやアンゴラ、シリア、モンゴル、ベトナム、北朝鮮など、比較的少数に止まっており、AK-47 やアカムに比べると普及度が低い。昇降経過により、初速が上がり、貫通力が増したが、貫通力があまりに高すぎると、 人体などのソフトターゲットに銃弾が当たっても弾丸は運動エネルギーをほとんど失わず貫通してしまい殺傷力はかえって下がってしまうそこで弾頭の内部に空洞を作りソフトターゲット命中時に弾頭の横転を引き起こす構造をとった横転した弾頭はソフトターゲット内で回転運動を伴いながら進みその運動エネルギーを十分に消費することができる ソフトターゲット命中時の弾頭の軌道人体に当たった場合、射入口は小さいが射出口が後継と比して大きく、筋肉血管を含む周辺組織に広い体積で損傷を受けるため、治療が難しく1978年から1989年のアフガニスタン紛争に投入された AK-74 と 5.45×39mm 弾は、 アフガニスタン武装勢力から恐れられた。この技術は西側にも影響を与え、現行の5 5 6 x 4 5トルナトー弾では、同様の構造が採用されている。ただ、元傭兵の高部正樹の著書や、アームズマガジンの記事によると、現地の非正規兵は7 6 2 3 9ト、mm、ル弾の方が、マンストッピングパワーがあるとして好んでいたという。また、 記事には 5.45×39mm 弾では、数発命中しないと致命傷にならないという兵士の証言も載っている。5.45X39mm5N7 弾薬弾メンズ A、王道の皮膚 B、スチール壊 C、空洞 D、鉛のレイ E、推進薬。ありがとうございます。